倉庫部屋というか、まあちょっとした拠点的なものを作ろうかなと。まあこの街の雰囲気と合うような感じの家を建てようと思います。でね、この街のコンセプトはもう大体決まってるんだけどね、屋根の部分を後でこれ全部石レンガに変えようかなと思ってて、多くの柱と石レンガの屋根とアカシアの屋根みたいな、まあちょっと花が似合う街というか、まあ花が多いことだしね、まあパリみたいなここはドズボンワールド界のパリなんで、はい、よろしくお願いします。でこんな感じでもうちょっとした当たりをつけておるんですけども、まあ、ここに柱を立てて、まあ、壁をつけて屋根をつける。まあ、あのいつものやつをやるって感じですね。というわけでもパパッとやっていきましょう。はい、というわけでこんな感じで柱の位置が決まりました。これから建てるものを分かりやすく例えると、サザエさんのあのエンディングだっけな、エンディングだ、エンディングの方に出てくるあの家、あんな感じのやつをいっぱい作ろうと思って、ああいうシンプルかつ昔ながら分かりやすい家っていうのはね、見栄えがねすごいんだね、あれだから、あんな感じの家をいっぱい作ります。床が張り終わりました。まあシンプルな感じで、もう普通に多くの原木じゃねえや、多くの木材で埋めたって感じなんですけど、ここにまあ土台となるこの安山岩の階段使って、ただこの辺に玄関を置きたいので、ちょっとここには置かずに一旦ねこんな感じで、はい、というわけで土台が完成いたしました。こっから柱を立てて壁を立てて屋根をつける、まあ、そんな感じのバラバラの手順でやっていくんですけど、柱の高さを特にまだ決めてはないけど、これで 6?1,2,3,6 か、あ、まあ6マスでいきましょう。今こんな感じで多くの木材をとりあえず柱っていうのかな、つなぎの柱に入れてるんだけど、結局この部分石の屋根で隠れちゃうから、まあ、外側から見る分にはまあ問題ないって感じ、まあ、内側から見るとまあ普通の壁って感じになるのかな。まあこの辺もまたなんかちょっとゴテゴテってしていくうちになんか変わってくると思うから、まあその辺はお楽しみにと。一旦ね、玄関の場所を決めたいかな。こんな感じで原木を横で貼り付けると。まあこんな感じで原木を置いてあげて、まあ皮むくなり、そこら辺自由だけど、こんな感じで置くとなんかちょっとしたログハウス的なものになるのかな。個人的に気に入ってるやつ。これ割と好きなんだよね。じゃあちょっとこれをベースに追加の柱を立てる場所を決めようかな。入り口はなんとなくイメージついたけど、後ろ側の方は出窓を作ってもいいね。出窓にしようか。で、出窓の作り方なんだけど、ちょっと出っ張った窓になるから、階段ブロックで、よいしょ。ここの素材変えてもいいな、でも。まあ一旦奥で行こうか。ここまで来たら。で、上の方にもなんかちょっとした屋根つけてあげれば一応出窓の完成と。こんな感じでね、こんな感じでちょっと一段出っ張らせるって、それかだよ、それか半ブロックじゃなくて、おしおしょ、こんな感じで原木を横で置いてあげて皮を剥くとね、こんな感じでちょっとした物置じゃないけど、こことかにあの植木とか置くと結構ね可愛らしいんで、これもね俺気に入ってるやつで、上もこんな感じで階段ブロックで屋根をつけてあげれば以上、窓がないと出窓感ないね一旦完成させよう。で、僕がそのマインクラフトやるときに心がけてることなんですけど、そのパターン化するっていうのは結構割と大事で、ま、壁はこれ、床はこれ、ま、土台はこれ、花邪魔で屋根はこれみたいな感じで、で頭の中でそのパターン化さえできちゃえば、また次家作るときとかもこんな感じで、あ、じゃあ前作ったやつにちょっとアレンジ加えていくかみたいなのが生まれやすいので、まあ、割と家作るときはこれが一番おすすめというか、割とやりやすいんじゃないかなっていう勝手に思ってる。で、こういう上の余ったスペースはフェンスとか置いてあげると、ほらよかった。ほらもう気になんない。そうだろ？そうでしょ？そうなんだよ。まあ、こんな感じで、まあ、一箇所ぐらい出窓にしてみてもちょっとしたアクセントになるんじゃないかなっていう。まあ、さすがになんか4箇所、6箇所ってどんどん出窓にするとね、まあ、なんていうか見苦しい家というかね、まあ、なんだこの家ってなるんで、まあだいたい1箇所から2箇所ぐらいに抑えてたがかっこいいんじゃないかな。外装があらかた完成したので、これから屋根をつけていくんですけど、僕が気に入ってるやつは、まあ、あとそれとこの街の一応コンセプトにすると言ったので、この石レンガを中心の屋根をするんですけど、まあ、石レンガで縁取りをして、まあ、その間をアカシアの木で埋めるって感じにしようかな。はい、というわけで簡単な石レンガの縁取りが終わりました。まだこの段階だとあの前の壁がガランドの部分があるので、屋根に合わせてまた柱を伸ばしたり壁をちょっとずつ付け足したりと、
まあ、個人によってはここにベランダ部分、2階部分を設けてもいいのかなって気がします。というわけで今こんな感じで、ほんと縁取りだけなので、ドズボン村名物屋根のない家になってしまいますので、さすがに屋根のない家は一つだけでいいと、まあ大原タウンの方はちゃんと屋根をつけましょうということで、のでこれからアカシアの木を使って屋根をつけていこうと思います。はい、というわけで、あの屋根に合わせて、まあ上の部分をちょっと増やしたって感じですね。あの音符ブロックの下、原木でもいいね。まあ今回はプロトタイプというか、まあ今回は試作なので、まあ気に入らない箇所があったら後々直していきましょう。今回はこれでいきます。この街のコンセプトカラーを石のレンガと、アカシアで埋めると一応決めたので、まあ、最初に作ったこの駅舎の方も、まあ、最初は素材がなくてこの石、丸石で作ったやつもちょっとも変えてもいいんじゃないかなと。というわけで、変えます。というわけで、駅舎のリフォーム完了でございます。いやー、なんか二つ合わせたらまあそれっぽいんじゃないかな。まあ、大体この街の建物は基本的にこの石レンガと、アカシアの木を使った建物で行くっていう、ある程度の統一感っていうお話を前したんですけど、まあ、こんな感じで全部同じやつでやれば、まあそれなりに、まあ、大は小を兼ねるで合ってるのかな。まあちっちゃいものでもいっぱい集まればそれなりのものが見えますよということで。というわけで、こんな感じで街のコンセプトが決まりました。んで、まあ一応隣にあるこれが、まあ、記念すべき第1号の拠点というか、しばらくはここに道の整備の道具だとか、まあ、あと作業場みたいのを詰め込んでここに住もうと思います。気になる内装なんですが、はい、いつもの通りと、引っ越ししたてって感じ。なんだったら天井もないと。まあ、いつもの通りまたガランドなので、また次回遊びに来た時にここをなんか天井つけたりとか、あと2階部分の製作と内装をやろうかなと思っております。